なんだろう、一旦ね、切れたから、ちょっとまた再接続し直したらね、多分ね、別枠になっちゃったかな。いやー、これはね、多分スイッチの問題だと思うんだけど、ビットレートがひどい。629とかしか出てない。なぜ？なぜなんでしょうか。ちょっとこのまま続けていきます。また切れるようであれば、ちょっと、でもビットレート上げすぎたのが問題なのかな。これ画面動いてる？あ、動いてるな。ちょっとね、ビットレートがかなり悪いんだけど、なんだろう。また放送事故か。なんとかせんのかな。これでいけるはずよ。葵、どこまでもいけそうです。大丈夫か。やっほーい。すごいわ葵、行きます。その調子だ。負けません。で、ブレーキされた。負けません。葵の後ろに退避してください。もう一回ね、ちょっと打てんのか。一旦下げよう。下げて、ディザスターして。シールドレイを決めよう。怖い。ねえ、教えて。すごいわ。これが葵の力です。頑張っている。負けません。おお、あった。やべ、まだ大丈夫。ちょっと、多分。そうだな、オーバードライブして、終わりを始めましょう。オーバードライブ。変換させて、ディザスターして、下げよう。ディザスターで真ん中のやつ死ぬと思うんだよ。いいね。怖い。ねえ、教えて。いけるかもしれない。よっこらショット。オッケー、立派です。あと1体。多分いけると思うけどね。これでいけるはずよ。くぅ、いいね。逃がさないよ。すごいわ。砕けろ。あたいにしちゃう、でこずったね。オッケー、なんとか。ちょっと放送事故がねあって、かつまたビットレートがめちゃくちゃ落ちてるんだけど、なんとかクリアできました。本当に伝説始めちゃう？オッケー、とりあえずこれでトレーニングは全部クリアしたね。よし、じゃあ戻りましょう。お疲れ様でした。お疲れ。いやー、まさかね、途中であんなことになるとは思わなかったな。ちょっとね、配信が2回に分けられてしまったんですが、はい、ごめんなさい。チキショー。この辺のね、配信のうんぬんかんぬんに関してはなんとかしないとね。んで、そうだな、ショップに行きたいんだけど、ショップどこだっけ。
これか。購買部。ちょっと購買部寄ってみよう。何も買えない？違うか。購買部はまた別？あ、ショップこれか。購買部じゃないんだ。何か買えるものはあるのでしょうか。いらっしゃいませ。どの商品もお値段通りの効果です。やべ、この生産誰かちょっと調べるの忘れてた。とりあえずチップ買おう。オッケー。まあ攻撃チップでいいかな。オッケー。誰につけるか。まあ S の誰がいいかな。シャルロッタがやっぱ強いかな。大体同じかみんなね。そうだな。クラ、サトミ、見つけよう。これチップもこれ OK。 これで攻撃力上がったでしょ。次はだいぶ上がるな。チップつけると戦力が。チップもう一個買えんだけど、チップもう一個買っとくか。いやちょっと待って、いやまた新しいの。お値段通りでしたか。 GP たっぷり稼いで仕上がってくださいね。 OK。そうだな。キャラのレベルアップができるんだよね。スタイル強化か。スタイル強化。解放しなきゃいけない。解放するにはどうする？絆レベルが2以上で解放。解放。んで、この辺解放できるね全部。よいしょ。もう解放できるかな。ショットを覚えられるってこと。確率で SP 回復し集中的な銃撃で敵にダメージ。でスキルはなんかこれアイテム必要そう。そうだな。もっと頑張ります。オッケー。よし、まだいける。
張ります。もっと頑張ります。よし、これで多分ねまだいけそうかな。どうだろう、スタイル強化でもアイテム使っちゃったからね。使ってみようか。戦うのも楽しみね。オッケー、ブレスショット、スキルが2個になったね。レベルアップは あ、バトルレポートってそれか。オッケー、じゃあミッション受け取り、よし、じゃあそうだな、めぐみんとこ行こうか。今回めぐみんの絆イベント見ようかな。カレンちゃんはね、後でも見よう。そんなことしてないで遊ぼうぜ。なんや、自分邪魔しに来たんか。なんの、自分がそんなこと言うたんやろ。何してるかわからんで言うたんか。うん、は、自分と一緒におるとアホが映るわ。自由時間ぐらい一人にしといてくれへんか。一人でいたって退屈だろ。めぐみも結構でもアホの子なんだね。サイキック能力の訓練しとったところや。よし、始めましょう。めぐみと一緒に訓練。でも突っ立ってただけだよね。瞑想しとったんや。立ってるのと同じじゃん。全然ちゃうわ。空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージを描いとったんや。なんで。それでサイキック能力が鍛えられるからや。なんて自分みたいなやつに説明せんとあかんねん。まあ、ルカちゃんには瞑想みたいなことは無理だろうな。集中力が大事なんや。邪魔すんな。どこに行ったんだろう。このまっすぐ行けば多分いるんじゃないか。ユッキー、ああ、見たぜ。触れ合い通りの方に行った。触れ合い通り、みっけ。私もやってみよう。またメスやってる。確か空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージを描くんだったな。やめろ。自分までサイキック能力目覚めるやろ。なんで止めんのさ。目覚めるなら二人目覚めておいた方が戦うのに有利だろ。サイキック能力って瞑想するだけで目覚めちゃうの。同じチームにサイキッカー二人おったらキャラかぶりすんねん。一人で十分やろ。二人いた方が便利だって。せやから瞑想やめろ。能力目覚めるやろ。サイキックはうちのアイデンティティや。奪おうとすな。人類ピンチだって言うのにアイデンティティとか気にしてる場合じゃないだろう。サイキッカーは多い方がいい。うん、うーん、せやから瞑想すな。サイキック能力目覚めてまうやろ。目閉じるな。開け。開きっぱなしで。めっちゃ目乾くじゃん。そんなん知らんわ。ああ、なんでこんなやつに瞑想教えてもうたんや。まあうちほどの素質あるわけあれへんけど。だったらいいじゃん。せやから瞑想すな。自分はロッカー、うちはサイキッカー。それぞれの得意分野で住み分けろや。ロッカーであり、サ
サイキッカーでもありたい。贅沢が過ぎるわ。自分がロッカーでありサイキッカーにもなったら、うちはサイキッカーだけやから影が薄くなるやろ。めぐみんもロッカーになればいい。同じチームにロッカーでありサイキッカーでもあるキャラが二人もおったら、キャラかぶりしてどっちも目立たんなるやろ。ならないって。ほな泉もロッカーにしてサイキック目覚めさせて、ハッカー技術をうちらも習って、三人がロッカーでサイキッカーでハッカーになったとしたらどうや。ややこしゅうて子が死ぬやろ。主としてはめっちゃ強そうじゃん。そうかもしれん、例えが悪かった。まだ瞑想すんのか。せやから瞑想すな。まばたきだよ。長いわ。待て待て、なんで自由時間にこんな疲れなあかんねん。冷静になれ、冷静になって、こんなやついなせ。一人になりたいんや、どっか行ってくれへんか。わかったよ。めぐみ面白いな。よし、これでフリータイムが終わりだね。20時半。めぐみんを誘ってお風呂に行こうかな。やっぱここの絆イベント的なものを見た人と一緒にお風呂入る感じか。じゃあ行きましょう。めぐみん、一緒にお風呂行かない？なんかさっきは冷たくあしらいすぎたかもしれん。風呂ぐらいなら付き合うで。優しい。やったね。意外と優しいんだよな、めぐみん。シュワシュワシャ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 ワ。なんでそんなスタイルええねん。ロッカーはもっとゴツゴツしとれや。だったらあんなに売れてないよ。歌唱力だけじゃ厳しい世界なんだ。ルックスも大事らしいよ。恐ろしい自慢が来よったで。自信過剰がすぎるやろ。いやいや、そういうめぐみんもセクシーな体してると思うよ。それ真剣に言うたろうか。うん、くびれとか最高。西じゃ美少女サイキッカーで名を馳せてたんでしょ。なんかまんざらでもないみたいな感じ。そうや、ファンも今日さんおったね。でも胸はユッキーの方が大きいな。ユッキーは無駄にすごいな。褒めるんやったら褒めきれ。中途半端に終わんな。めぐみんも十分色っぽいってば。はっ、もうええわ、先に出るで。いい湯だな。はい、お風呂シーン終わりって感じですね。10時。今日もいろいろあった一日だったな。何この生活、つらい。ダメっぽ。海軍も厳しかったはずだろ。あとネットスラング使うな。ねえ、気づいてる？ん？ん？何に？ついになんか真面目なこと言う？私たちの共通点に。共通点？なんだよ。あー、ナビ、そっち行っちゃダメ。おっと、危ない。気をつけなさい。二段ベッドまでひとっ飛びだなんて、どこにそんな力があるのかな。そうね、このブヨブヨしたところ全部が筋肉なのかしら。それは気持ち悪い。じゃあ歯磨いてくっか。口の中の菌もやっつけてしまいましょう。それも大事ね。そうしましょう。ユッキー突っ込み待ってるぞ。話の途中。そうそうそう。ユッキーどうした？情報員、お前話の続きはどうした？え？ナービーが飛んできてかわしたくらいで忘れるな。重要な話の途中だったろ。歯を磨きたいなら話を終わらせてから行け。せやかて夕飯ニンニクの入ったパスタやったからな。匂わんか？ペペロンチーズな。どれどれ、クンクン。やめてよ。なんや、ばあちゃんちの匂いがするわ。え、そんなカレー臭のようなものが。
あ、またナビが。おっと、危ない。おとなしくしてなさいね。全然話に入っていかない。ナービーもピカピカに磨いてやるか。うん、それがいい。私も一匹抱いていくとします。早く行きましょう。くるバーカー。手塚司令のセリフだ。許してやってくれよ。これでもこいつコーンポタージュ缶のコーンを飲み干すのだけはうまいんだ。ここでもこのやり取りするのね。だから私をかばうなよ。怒ってんのはその私だよ。それにコーンポタージュ缶のコーン残りまくるよ。で、結局なんなん。情報員話せよ。共通点が見つかったんだろ。うん。ねえ、気づいてる？ついに始まるか。いやでもね、もう一ひねりひねりっていうかあると思うんだよな。そこから言い直すのか。ないか。ん？何に？私たちの共通点に。なんだよ。私たちはそれぞれ何かに特化した天才なのよ。それだけはないわ。うちらは天才やけど、東条はどないな？盆栽やないか。言いづらいことをズバッと言ったな。あなたね。なんや、ナービーの目が綺麗か。うん、綺麗。何か一つでも自信を持て。こっちまで哀れになってくるから。きっとお前にも何かあるはずだ。そうね、そうよね、きっとあるはずよね。でないとお母さんに顔向けできない。え、スカサッチのお母さん何なの。セラフの研究所長。ええセラフの研究所長。母親が天才だった。でもある日唐突に事故で死んだと言われて。ほう。ん？そんな。なんだ今の、なんだ今のシーンは。おいおい、穏やかじゃねえな。どんな事故かも教えてもらえなかった。だったらそれを誰から聞かされた。軍のお偉いさんに。セラフの研究所は軍直轄だから。でも亡骸にも会わせてもらえなくて、遺品として渡されたのはこのネックレスだけ。そもそも事故ってのは嘘で、本当は、本当は、うん、考えたくねえけど、まさか軍が。ええ、ん？だから私は戦うだけじゃない。母親の死の真相を追いたいの。軍が何か隠してるってことか。手伝うよ。本当？ああ、唐突に亡くなってただでさえ辛いだろうに、さらにそんな謎を突きつけられるなんて理不尽極まりないからな。ルカさん、お前にしてはまともなこと言うな。ユッキーもそう思わない？そうだな。しかも私らもセラフを使って戦ってるわけだし、人ごとでもなさそうだ。私も協力するよ。私も。チュッ、しゃあないな。救世主としてはほっとけんわ。歩くハンドヘルドコンピュータと呼ばれたこの頭脳も使ってください。ハンドヘルドコンピュータ、すごくスペック低そうだが大丈夫か。しいいですよ。とどめを刺された気分だ。みんなありがとう。まさかつかさちゃんにそんな事情があったとは。なるほど、適正試験まであと2日。今回はだからつかさちゃんの過去がちょっと明らかになった感じだね。オッケー、第1章デイ3クリアですね。いやーね、まあ、ちょっと放送事故なんかもありましたけど、なんとかデイ3クリアできました。お、第1章デイ4に進むとね、プレイヤーランクが2以上必要。マジで？
プレイヤーランクとか必要なの？なんか。先行のサーキットバーストを獲得しました。記憶の庭、時計塔が解放。解放された記憶の庭へ向かってみましょう。時計塔では強力なアクセサリーを入手できる。おお。この記憶の庭は君が運命をたどるための力を蓄える場所。今できることはまだ少ないけれど、やがて記憶の庭は広がっていく。記憶の庭のコンテンツは交流と同じくメインストーリーの進行によって解放されていきます。うん。まずは時計塔でプレイヤーランクを上げ、メインストーリーを解放しましょう。時計塔でプレイヤーランクを上げることができるってことか。ホームに戻りたいときは右下のボタンをタップして。あ、アイテム、ん ?GGP ってなんだ。ガチャの交換ポイントから変換される GGP でアイテムを購入することができます。ポイントはガチャの終了時に自動変換されます。GGP は今持ってないから意味ないね。うん。ほう？ちょっと待って、ミッション。OK。ん？まだなんかあった？ないよね。あ、初心者ミッションか。こっからはプレイヤーランクも上げていかないとダメってことか。ちょっと時計と言ってみるか。怖がらないで。人類の生存数が刻まれていた時計と、ここは僕や君にとって戦いの象徴でもある。戦いの記憶をたどれば力を得ることができる。お願い、運命を切り開く力を手に入れてほしいんだ。時計塔でアクセサリーを集め、舞台を強化していきましょう。時計塔からいつでも脱出できます。ん？メニュー。戦いに詰まったらここから脱出しましょう。お？ん？戦ってみようか。あ、こんな感じでダンジョンをちょっと進めていって敵を倒してレベルアップしていかないといけない感じか。なるほど。そう。裏でやっとくような感じかな。まだ届かないわ。やるしかなさそうね。うん。そうだね。そんなにこの敵自体は強くないけど。まあ耐性がないからね。ダメージお届け。すごい。怖い。ねえ教えて。このまま攻めきれ。葵、行きます。死への恐怖が強さをくれる。おお。これならきっと。で、あ、そっか。SP を回復し、集中的な銃撃で敵にダメージ。ちょっと使ってみようか。逃がさないよ。そこからね。よっしゃ、ブレイク。
砕けろ。そういうのあたい好きだよ。いいねいいね。これでとどめかな。やっほーい。頼もしい。これが葵の力です。勝利のお届け完了。 OK、 達成度アップ。ん、これなんだ。バトルレポート1。あーなるほどね。まああれだね、多分ねこのダンジョンに関しては配信はしないと思います。はい、じゃあホームに戻ろうか。とりあえず時計塔でプレイヤー、あ、あ、見せた、おっしゃった。ちょっと間違ったね。ちょっとホームに戻るね。時計塔はダンジョンだから、まあちょっと裏でね、ちょこちょこやりつつ、プレイヤーランクを上げておきます。うん。で、プレイヤーランクが上がったら、うん。デイ4にチャレンジできるかな。だね。プレイヤーランクってどこで確認できるんだ。プレイヤーランク、どれだ。これか。ネクスト50。だから意外とすぐ上がるかな。とりあえず交流ね。カレンちゃん見よう。 OK。 めぐみの寝顔もかわいいな。OK、 フリータイムで、カレンちゃんのうさばらしってことは、あっちのカレンちゃんか。もうまた自販機にタマちゃんが。負けばっかりの三一。私一人ぐらいはちゃんとしなくては。ノービーを隠す。よう、よう、姉ちゃん遊ばない？ナンパと思ったらルカさん。ああ、カレリンと話したくてやってきたのさ。私どうして？可愛いから。私が？そう、好み。でも中身は殺人鬼。手がうずいて仕方がない。うさばらしに付き合うがいい。そうすれば朝倉と話させてやろう。マジか。でも二人だと戦力的に気持ちよく勝てないかも。もう一人連れて行ってもいい？勝手にせい。アリーナで待っておるぞ。誰を連れて行く？一旦この辺にどうしようか。気の導きを感じます。よいよ、蹴りつけようかな。聞いてくださる？ユッキーか。ユッキーでいいかじゃあ。何か用か？ユッキーでいいか。カレンちゃんがアリーナでうさばらししたいって言うから付き合ってほしい。なんで自由時間なのに戦わないといけねえんだよ。まあまあ、自主練も兼ねてさ。ああ、わかったよ。
よし。待ちくたびれたぞ。ごめんごめん。その代わり瞬殺で勝ちまくって超気持ちよくなれるから。おお、それは楽しみだ。そんなに強くねえよ、うちら。まだやり足りぬ。どうだ、当たれ。オッケー。ねえ、みんな冷静にな。交換した方がいいな、うん、ブレイクバーストランブもらった。その調子だ。切り刻む。この流れに乗ろうぜ。どうだ、そこだ。よっこらショット。オッケー。ガリッ。よし、スカッとしたわい。そいつはよかったね。もう帰るからな。カレリンと話させて。おお、貴様はわしを朝倉とは別人とでも言うのか。性格全然違うじゃん。じゃが朝倉のパーソナリティの一つであるぞ。じゃあ話を聞くのがカレンちゃんで、答えるのがカレリンで。こんな神対応はできるか。こっちは死神と歌われた殺人鬼だぞ。塩対応してやる。あ、カレリン。カレンちゃんでした。そんな。あ、今度こそカレリンだろ。聞いてくれよ。カレンちゃんでした。ひどい、なんて塩対応だ。こんなのってあんまりだ。それだけ私が抱えている闇は深いってこと。カレリン、カレンちゃんでした。なんてこった。遊びがいがあるやつよ。まあカレンちゃんが楽しいならよかった。え、何キョトンとしてんだ。イシトランはサイコキラーじゃぞ。キョトンとするはずがないわ。いつでも気を張ってないとサイコにキラなんてできぬわ。サイコロステーキ、どんな耳じゃ。サイコキラーに突っ込ませるとは、どんなずぶとい神経をしておるのだ。すげえな。バンドやってた頃はポットデで売れちゃったからさ、すげえ叩かれて、嫌でも精神はずぶとくなったな。何さらっと時の人でした自慢しておるのだ。いや、カレンちゃん知らないと思って。知っておる、朝倉から聞かされておるからな。なんて言ってた。超かっこよくて超好き、女のあたいでも惚れちゃうって。マジ。いや照れるな。バンドやっててよかったな。そこまでは言っておらぬが、貴様にそこまで心を許していいものか、しばらく考えさせてほしい。うん、答えは出たか。今の一瞬で出るか。しばらくと言っておるだろうに。カレンちゃんの嘘晴らしいクリアね。オッケー。プレイヤーランク上がった。これでも上がるんだね。カレリンを誘ってお風呂に行こうかな。カレリン、一緒にお風呂行かない？そうしよっかな。やったね。
かお風呂はセットなんだね。仲良くシャワシャワって言ってんのかこれ。いや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 、カレンちゃんどうしよう。カレリンじゃないの。そう簡単に朝倉と入浴できると思うな。でもまあ体は同じだもん。同じことだよね。そんな汚らしい目で見てくるな。風呂で溺死したいか。もう怖っ。ゆっくり湯に浸からせろ。どうぞ。悪くない湯じゃな。へえ、殺人鬼もそんなこと思うんだ。いつでもさっきだってないと悪いか。おかしいか。溺死したいか。ごゆっくりご堪能ください。気持ちいい。あ、カレリンに戻ってくれた。簡単に気を許すと思うな。いや面白いな。やっぱルカちゃんにかかると殺人鬼もなんか面白くなるな。いい湯だな。よし、ホームに戻りましょう。新しいメインストーリーが解放されました。よし、じゃあギフト受け取ってミッション。オッケー。交流は今のところはもうないかな。オッケー。よし、じゃあとりあえずね、プレイヤーランクもレベルで、あ、なんか受け取りある。ん、あ、これか。 OK。 はい、でプレイヤーランクレベル2になったので、次は代書デイ4やっていきましょう。はい、とりあえずね、今回は、デイズ3はここまでにしたいと思います。はい。ちょっと途中でね、なんか配信がまた切れちゃったんで、いやー、これはね、やっぱツイッチの問題だとは思うんだけどね。うん。なんか改善策があるのかな。うん。アップデートで治るのか、まあ、はたまたまた別問題なのか、わかりませんが、はい。ちょっと今回はね、なので前半と後半に、分かれて配信することになると思います。はい、次のね、デイ4に関してはそうだね、今日の午後あたりにでもやろうかなと思ってますけど、はい、またその時にね配信したいと思いますので、はい、また遊びに来てみてください。それでは、今回はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。